心から君を
土曜日ですが、やりますよ。よろしくお願いいたします。はい、どうもお世話になります。千葉県野田市チキチキ情報局、千葉県東金市キラキラ情報局局長&しゃべる管理人。それでは皆さん、今夜もご唱和よろしくお願いいたします。それでは行きましょう。夜の市長、みなぎる男、ビッグマグナムファンキー利根川でございます。10月7日土曜日夜9時23分42秒になったところでございます。地域情報発信バラエティファンキー利根川、お気持ち大人の夜の8限目。この番組は千葉県野田市、千葉県東金市およびその近隣地域の今日あった出来事やいろいろな情報を生放送でお届けしていくリスナーさん参加型地域情報発信番組です。今夜も千葉県柏市ニューチキチキスタジオより全国そして全世界に向けて生放送でお届けしてまいります。はい、どうも改めましてこんばんは、ファンキー利根川でございます。いつもリアルタイムご視聴&リアルタイムコメント、アーカイブご視聴、いいね、シェア、情報発信、情報拡散、イベント参加、献血参加、積極的な板への書き込み、積極的な一言つぶやき、本当にどうもありがとうございます。感謝しております。本日お誕生日の皆さん、おめでとうございます。拍手。
この番組は生放送で Facebook、アーカイブ動画アップで YouTube、お布施、昨日はサボっちゃいました。ポッドキャスト音声配信でアンカー、アップルポッドキャスト、グーグルポッドキャスト、スポティファイ、スプーン、アマゾンミュージック、ワードプレス以上10プラットフォームより全国そして全世界の皆様にお届けしてまいります。土曜気持ちでございます。よろしくお願いいたします。今日もやりますよ。ということはどういうことかというと、仕事が遅かったです。今日7時過ぎまでかかりました。朝ね9時前8時半ぐらいからスタートして、だから練習今日やろうともできなかったね。まあしょうがない。ちょっと夜少しだけねやっていこうかな。まあ明日明後日ちょっと休みなのでね、完璧にお休みいただきますので、まあちょっと今日はやっとこうね。はい、どうもありがとう。まあそんなわけで、いやー本当だよね、天気良かった。まあちょっと風強かったかな、柏もね。いやー昼間天気良くて、いやーこの天気でねバーベキューできれば最高だったんですけどね、ちょっとあいにく、まあ土砂降りだっていう感じじゃないと思うんですけどね、ちょっと寂しい天気になってますけどね。まあでもいいんじゃないですか。でも寒そうだね。18度だ、17度だよ、野田。もうジャンパー着ていかないとダメだな。ね、上着。まあちょっと用意していこうと思ってますけどね。まあそんなわけで。まあ今日本当に天気良かった。ね、皆さん何やったの今日。ね、よかったら、教えていただきたいなと。そんな風に思って、まあ明日もね、まあまあ曇り、雲が優勢ですけどね。まあね、明日もまあなんとかなんですけど、本当だよね。もうピンポイントで雨にやられるという、まあそんな今年の、月曜オフ会、これは久保田信之君とあと川島良一さんのために。月曜にセッティングしたね、年に1回ということで、月曜セッティングの、なんで土曜日とか日曜日にやんねえんだよって言われたんですけどね、これは、ね、土日休みじゃない方、のためにセッティングしたので、ね、まあしょうがないという、雨でもやるぞという、ね、まあそんなところでございます。まあいいや。はい、まあそんなわけでね、今日土曜日、そして明日日曜日でございますね。どうぞね、明後日雨ですから、明日また楽しんでいただければ、まあいいや。はい、まあそんなわけでちょっと今日はファンキーとねが朝からね、本当に出ずっぱりで、ちょっとあれだったんですけど、まあそんなに疲れてないのでね、今日も頑張っておしゃべりしていこうかな、そんな風に思っています。はい、それでは土曜日の夜、皆さん何やってますかね。いろんなことやってんのかな、ね、もう中にはいいことしてる人ね、いいことなんだよ、わかんないけどね、そんな方もいらっしゃるかななんて思いますけどね。まあいいや。はい、じゃあ今日も楽しくやっていきましょう。それではまずは、全国そして全世界の青少年の皆様、お待たせいたしました、出席のコーナーでございます。皆さん大きな声で返事よろしくお願いいたします。それではいきますよ。リアルタイムご視聴どうもありがとう。オーギーメリープヨーコちゃん from 千葉県東金市、こんばんは、お疲れ様です、よろしくお願いします。メリープヨーコちゃんどうもありがとう。ヨーコちゃんリアゴメこんばんは、視聴の、はい、ヨーコちゃんこんばんは、今夜もよろしくお願いします。はい、そして音頭落語のマリノルさん from 茨城県龍ケ崎市、こんばんは、お疲れ様です、よろしくお願いします。マリノルさんリアゴメ市長こんばんは、バーベキューまであと2日ということでね、あと2日でございます。あ、そうで、まあいいや、後でまたねちょっと、お話していきましょう。はい、そしてリアルタイムご視聴どうもありがとう。山田翔海千葉さん from 千葉県茂原市、こんばんは、お疲れ様です、よろしくお願いします。はい、そしていこう、
リアルタイムご視聴どうもありがとう。安野俊夫さん from、千葉県東金市、こんばんは、お疲れ様です、よろしくお願いします。山田さん、リアゴメこんばんは。お店の看板も水没してて、明日値段看板慌てて作っています。その後、コンビニに印刷に行ってラミネートしないといけないので、リアコメ少なくなりますので、それでも市長なんて言えてますね。だよ、あれだよ、わかるよ。ファンキートレガーもね、イベントの仕事やってた時はやってましたからね。あのコンビニに、プリントしに行って、なんだ、ラミネート、ね、よくやっていました。わかりますね。リアルタイムご視聴どうもありがとう。黒川とっこちゃん、こんばんは、お疲れ様です、よろしくお願いします。とっこちゃん、リアゴメこんばんは。とっこちゃんこんばんは、よろしくお願いします。とっこちゃん、リアゴメ、今日も夜に清水公園に行ってきましたな。夜でもバーベキューしていましたな。あそこ夜何時までやるんですかね。夜な夜なバーベキュー、いやー今日はよかったね。今日やれればよかったね。でもしょうがないです。リアルタイムご視聴どうもありがとう。川島良一さん from 千葉県山武市、こんばんは、お疲れ様です、よろしくお願いします。川島さん、川島さん、リアゴメこんばんは、お疲れ様です。川島さんどうも、連日ありがとうございます。今夜もよろしくお願いします。ね、ちょっと月曜日あいにく雨なんですけど、まあ川島さん楽しみに来てくださいね。よろしく。まあいいとバーベキュー場だから、濡れやしないのでね。はい、お久しぶり、リアルタイムご視聴どうもありがとう。花澤徹さん、こんばんは、お疲れ様です、よろしくお願いします。花田さん、リアゴメこんばんは、ご無沙汰してます。今夜は生放送を聞けると思うと幸せですね。どうもありがとう、よろしくお願いします。川島良一さん、リアゴメ黒川とっこちゃん、月曜日よろしくお願いします。会うのが楽しみね。だよ、花田徹さん、ファンキーさん、ご回復安心いたしますね。ありがとうございます。もう戻りました。ほぼほぼ1ヶ月かかりましたけどね。黒川とこちゃん、川島さん、私も楽しみ。川島さん、花田徹さん、お久しぶりです、元気でしたか。花田さん、川島さん、ご無沙汰していますので大丈夫です、なんとか生きています、ということでね、はい、いただいております。はい、まあそんなわけでね、だからほら土曜日ね、なかなか月金で聞けない人とかもいるからね、まあたまには土曜日やんなきゃなっていうのもあるのでね、いろんな方がいらっしゃいますからね、よろしくお願いします。そしてこれはお初かな、リアルタイムご視聴どうもありがとう。斉藤慎一郎さん、こんばんは、お疲れ様です、はじめまして。千葉県野田市とか千葉県東金市とか、あとその、近隣地域の今日あった出来事とか、いろんな情報を生放送でお届けしている、地域情報発信バラエティファンキー利根川お気持ちという番組です。これは生放送でお届けしています。よかったらコメント打てるかな、一番下にコメントするってとかあるんですけど、ね、よかったらコメントください。はい、まあそんなわけでね、いつも聞いていただいている方、そしてなかなかね平日聞けないけど土曜日日曜日は聞けるぞという方もいらっしゃいますね。なのでたまには土曜日もやってきますからね、皆さんよろしくお願いします。はい、じゃあちょっと今日はね9時半、まあでも明日休みの方結構いらっしゃるかなと思いますのでね、まあまあぼちぼち今日もおしゃべりしていこうかな、そんな風に思っています。はい、それでは今夜も行きますよ。10月7日土曜日の地域情報発信バラエティファンキー利根川お気持ち大人の夜の8限目、今夜も最後までいやらしくお願いします。
地域情報発信バラエティファンキー利根川お気持ち大人の夜の8限目、久しぶりの土曜日の生放送でございます。今夜もよろしくお願いいたします。結構土曜日は貴重ですからね。でも最近結構やってんだよね、意外とね、土曜日出ることが最近多くなったので出勤ね、なので結構帰ってきて、ね、前は結構ね土曜日も、仕事なかったんで、あれしてましたけどね、遊び行っちゃったりして放送してなかったんですけど、まあまあぼちぼちという。はい、リアルタイムご視聴どうもありがとう。京子局員こんばんは、お疲れ様です、よろしくお願いします。京子局員リアゴメ、皆さんこんばんは、ね、よろしくお願いします。おこんばんは、ね、はい、じゃあまずはね、いろいろありますが、チキチキキラキラ天気予報ということでね、あさってバーベキュー、雨ね、で明日は曇りです。明日は曇り、まあ東金も野田も同じような感じだね、曇りでございます。ただ日曜日が月曜祝日がちょっと雨ということでね、ちょっと残念でございます。まあ仕方ないですけどね、でもね野田市はね結構気温低いぜ、何度日曜日、明日も、あ、明日も結構寒いね。まあ22度ぐらいか、日中ね。で月曜日はさ雨が降ってなおかつ気温が低いということでね、風が強くなきゃいいなと思うんですけどね。まあそんなわけでね、あー17度だよ、もう本当に上着着てかねえと、なんか冷たいビールなんか飲んでる場合じゃねえぞっていうね、そんな天気予報でございます。はい、めげずに皆さん楽しくいきましょう、頑張りましょう。はい、Facebook ライブリアルタイムご視聴どうもありがとう。野田明宏くんこんばんは、お疲れ様です、よろしくお願いします。野田くん、野田くん、どうもありがとう。そしてリアルタイムご視聴どうもありがとう。渡辺博ちゃん from、大網白里市こんばんは、お疲れ様です。野田くんリアゴメこんばんは。今日は京成サンクスフェスタ行きましたが歩いただけでしたので、ね、そうなんだ、ね、乗んなかった。リアルタイムご視聴どうもありがとう。タンポバニー強さんこんばんは、お疲れ様です、よろしくお願いします。今日は山行ってないのかね、行ってないって書いてあったね。渡辺博ちゃんリアゴメこんばんは、お疲れ様です、はい、お疲れ。バニーさんリアゴメこんばんは、はい、バニーさんこんばんは。今日局員、心は晴れ晴れで行きやしょ、まあねいいんじゃないですかね。藤井一郎埼玉南浦和こんばんは、お疲れ様です、よろしくお願いします。はい、一郎ね、はい、一郎リアコメお疲れ様です、こんばんは、一郎よろしくこんばんは。安野さんリアコメお疲れ様です、東金市の安野です。明日は6年ぶりの、多摩神社東金市かの、お祭りなので、村市、これはなんだっけ、村の市場っていうスーパーマーケットだっけね、村の市場、パートタイマーで働く安野の奥さんは、早出で6時出勤のため7時前に出勤しましたな。本当にね、お疲れ様です。はい、花田徹さん、リアコメ藤井一郎こんばんは、なんてご無沙汰してます、この間ライブ楽しかったらありがとうございました。はい、まあそんなわけで、いろいろございますけどね。もうちょっとねのっけから、あさっての打ち合わせじゃないですけどちょっとだけ、まあ行かない人はなんでもないんですけどね、なんと、
ちょっとギリギリになりまして、またちょっとキャンセルが1名出てしまいまして、今追加で参加する方探しています。で、誰か参加してくれねえかなってちょっと思ってるんですけどね。ちょっとね、もう、いろいろ払い込みとか予約しちゃったので、キャンセルされた方本当に申し訳ないんですが、会場の方とかに、会場の方とかにお金払っちゃったので、ね、ちょっと本当申し訳ないんですけど、ちょっともうキャンセル料かかっちゃうっていうことで、ね、せっかくね、あれなんで、もったいないなと思って、誰かね、代わりに、入っていただければ、ね、その方キャンセル、料払わなくて済むかななんて思って、いるのでね、ちょっと昨日の夜急遽また追加募集で、なんだ、募集させていただいたんですけど、ちょっとまたね、まあ明日1日ありますので、まあもしちょっと考えていただいて、ね、もし参加できるような感じであれば、本当申し訳ないんですけど、まあちょっとね、これはもう全部予約して、ね、ドリンクなんかももう前払いで酒屋さんにお金納めちゃったりとかしてるのでね、ちょっともうどうしようもない状況なので、まあお金かかっちゃうなっていうところなんですけど、もし誰か時間ある方で、ね、まだ申し込んでない方で、じゃあしょうがねえな、ね、なんか いけそうだなっていう方いたら、まあ明日中に、まあ明日の夜ぐらいまでファンキー利根川送って、連絡いただければ、ちょっとありがたいなと、そんな風に思っていますね。まあちょっといろいろね、なんか急遽、用事あったみたいで、できちゃったみたいでね、まあしょうがないんですけど、まあね、ファンキー利根川のお店だったら全然、ね、キャンセル料はいいよなんてね、付き合いだからさなんて全然言えたんですけどね。まあほら、清水公園だったりとかね、キャンプ場さん、バーベキュー場さんとか、あとお酒屋さんとかね、別注で全部頼んじゃってるんで、ちょっとまあそこはね、もう何ともできないところなので、ね、まあちょっとね、お支払いいただこうかなということで、なので、もしお時間のある方ね、まあちょっと雨降ってね、あんまり状況良くないんですけど、まあじゃあしょうがねえな、ね、食いに行くぜ、まあまあすごい、いいメンバー揃ってますからね、もしまだ申し込んでない方で、じゃあ行ったろうかっていう方いらっしゃったら、ね、ちょっとまあキャンセルされた方もまあまあ事情はわかるので、まあそんな部分で、ちょっと協力いただけるとありがたいかなということで、放送の方で、ちょっと、お知らせ、させていただいたり、かなという、そんなところでございます。はい、まあね、いろいろあります。はい、あとはね、もう、なんだ、お酒とか、ノンアルコールドリンクとか、あとソフトドリンクとかね、まあこっちは会計と京子局員がドリンクは、担当してるという、ね、ところでございますので、まあまあほぼほぼ、もうね、発注してお金も払っちゃって、まあ明日ちょっと微調整するなんて、天気悪いんで、ちょっと微調整しようかななんていう、そんなところなんですけどね、まあまあいい感じで、楽しめるんじゃないかなと、思っていますので、ぜひね、楽しみにして、いていただければなと、そんな風に思っています。はい、くれぐれもあったかい格好してきてください。まあね、火焚くからさ、ね、全然いいんだろうけど、でも17度だ、野田で、特に林の中にあるバーベキュー場だからさ、多分寒いっちゃ寒いかもしんないね。なのでちょっとね、あったかい格好して、来てもらえるとよかったらいいんじゃないかなと、そんな風に思っていますのでね。まあ多分初めて顔を合わせる方とかも結構いらっしゃるかなというね、そんなところなので、まあ皆さんでね、
名札があるといいな。なんかあれしようかな、ね、間に合うかな、なんか名札を、シールかなんかこう貼って、ね、名前わかんない人、まあファンキートネガーは大体わかる、わかるんですけどね、ちょっとそういうのやろうかな、ね、名前わかんないと声かけづらいという、そんなところがあるので、まあね、いろいろ、まあ準備してね、まあファンキー利根川と、まあ京子局員とあと黒川とっこちゃんで、一生懸命準備して、やっていきますので、どうぞ皆さんね、楽しみに、お申し込みいただいた方楽しみに、していただければ、で、あと一枠、緊急枠、出ちゃっておりますので、まあ誰か気持ちのある方で、来れる方はぜひね、ちょっと手を挙げていただけると、まあキャンセルした方はまあまあ助かるっていう言い方は変かもしれないんですけどね、ね、まあまあ来ないでね、お金かかっちゃうっていうのもちょっとかわいそうだなと思うんですけど、まあこれはまあさっきも言って致し方ないという、ところなのでね、まあなのでまあ誰か助けていただけるでありがたいかなと、まあね、僕も一生懸命今告知入れてますけどね、はい、よろしくお願いします。放送中によかったら、ご検討、いただければありがたいです。はい、お願いします。はい、というわけで今夜も行きましょう。今日はキラキラ情報局、キラキラ情報局、その前にコメント来てます。はい、リアコメ、リアコメ、行きましょう。はい、続々来てんね。どこまでだっけ。藤井一郎、花田さん、この間ありがとうございました。またいやらしくお願いします。黒川とっこちゃん、今日日野屋さんに行ったら京子さん来ましたよって、横田さん言ってました。マリノルさん、自分は名札つけますな、保護猫譲渡会でもつけてるの、名前、ね、なんかつけっと、なんかシールみたいの買ってって、あれ書いて貼るペッて、ね、なんかタックシールみたいなあんじゃないですか。明日ちょっとなんか細かいもろもろ買い出しに行くので、その時に、ちょっとあれしたら買ってね、桜マイネームでこう名前が懐かしいでしょ、桜マイネーム、ね、皆さん覚えてますか、ね、ゼッケンとか書いたよね、名前ね、ファンキー利根川な、書きました、汚い字で、名前つけようかな、ね、名札、はい、リアルタイムご視聴どうもありがとう。沢田二郎さん、どうもありがとう。ライブお初かな、沢田さん。沢田さん、from、野田ロックです。で、今回の、野田ロック、メンバーでございます、ね。よろしくお願いします。まあ、野田の、メンバーさんでございます、ね。ありがとうございます。沢田さん。もうファンキー撮るのが大変ですよ。なかなか忙しくてね、練習入れなくて、大変です。ディアフレンズで悩んでいます。もう来週はちょっと気合入れてやらないといけないんですけど、忙しいんだよな、来週も。もう寝ないでもやろうかな。はい。花田さん、あさってのバーベキュー仕事さえなければね。本当だよ、残念。今日局員、花田さん、次回はぜひ来てください。花田さん、京子さん、次回はぜひ参加したいですということでね。はい、その他、ね、緊急一枠、空いてますのでね、誰か入っていただけるとありがたい。はい、続々コメント来ています。皆さんコメントビシビシ打ってくださいね。土曜日ですからね。どうぞよろしくお願いします。はい、今日局員、横田さんととこちゃんの話をこの前してたんですよ。いつもハーモニカ見に来てくれるよって言ってましたの、ね。はい、じゃあ行こう。
そうだよ。なんかね、ちょっとここ 2,3 日バーベキューでさ、野田ロックがおろそかになってるんですけど、なってないんだけど、まあちょっと1週間、ね、来週練習やりますね、練習。来週は追い込みかけます。はい、じゃあ行こう。今日は、野田、今日は東金から、東金、はい、行きましょう。東金、ギラギラ情報局、はい、ありがとう。山田さん、ん、またまた花丸うどんだって書いた。一日遅れのカレーの日という。花丸うどんカインズホーム茂原店ということで、カレーねえ、みんなカレー大好きです。昨日もすごかった、雨あられです。カレーの、オンパレードということでね。まあすごいね。でもうどんにカレーということで、なかなか食べるなというね、そんな感じで、ね、はい、美味しそうです、ね、カインズホームよく出るよね、あのこの東金のカインズホーム。俺一回見たよな、あの、あ、東金茂原か、茂原、ね、カインズホームありましたよ、ね、結構広いんだね、いろいろフードコートとかあって、ね、そんなところでございます。はい、というわけで山田さん、一日遅れカレーの日、高野菜延長戦でございますね。皆さんよろしく、どうもありがとうございます。延長11回、ね、花丸うどんの勝ちでございます。どうもありがとうございます。そしてこれは、これは後で向こうで読むからいいね。はい、山田さんもう一個、ん、明日、第32回、何、カズサの国でいいの、カズサの国さすが市だって、綿菓子で出店させていただきますの、参道におりますのをお立ち寄りくださいということでね。玉崎神社も参拝すると心がすっきりして、なぜか温かい力で後押ししてくれる感じがしますので、参拝も忘れずにということでね。カズサ一宮ということで、さすが、去年もなんかやってたいね。行ったね、玉崎神社、ね、ここパワースポットだっていうことでね、長生宮一宮町、東金キラキラ館内のメンバーさんと知り合わなかったらこっちの方まで行ってなかったからね、行動範囲なかったんですけどね、まあ向こうのメンバーさんと知り合ったのでね、ね、何度か、行きましたけどね。明日山田さん出店ということでね、はい、山田さん頑張ってください、よろしくお願いします。時間あった方、ある方はよかったらね、必ず行ったら、この玉崎神社っていうところでね、パワースポットでありますから手を合わせてくるといいと思います。はい、はい、山田さんの頑張ってんね、鈴木まどかちゃんの素敵な一日なんて書いてあるんで、はい、よかったらちょっと見といてください。はい、あと森八丁だ、すごいね、危ない危ない、森八丁、もう一つ間違ったらやばい、そんなところですね。森八丁さんすごいな、ちゃんとあれだね、市役所でね、名前登録してくれたんだね。住民票ね、ひらがななのかな、森八丁ね、すごいね、八丁さん、ね、八丁ちゃんとか言われたね、八丁八丁、はい、すごいお名前です。本日、あ、今日だね、はい、本日東金日吉台で、パウサポ、またいろいろなんかすごいね、ハッチョさんパウサポとかね、パウパウしちゃってるね。犬猫譲渡会開催しますということで、
可愛い子たちが、ずっと家族をお待ちしていますということで、猫ちゃん、はい、ね、結構最近いろんなところでね、ワンちゃんとか猫ちゃん譲渡会やられておりますけどね、ね、これ結構大切なことでございます。はい、どうもありがとう。そしてこれは工藤あつみちゃんからもいただきました。どうもありがとう。はい、おいしい水中久しぶりだね。はい、今日販売やったよなんてね、ん、終わってんじゃんこれ。はい、6日って書いてあるよ。今日6日じゃないよね、7日だよ今日、ね、はい、というわけで、はい、じゃあ東金一言つぶやきいきやしょう。東金、皆さんありがとうございます。はい、行こう。浅沼香織ちゃんどうもありがとう。秋葉博士ちゃんどうもありがとう。平井和成さんどうもありがとう。安野俊夫さんどうもありがとう。桜田実さんどうもありがとう。市原優子ちゃんどうもありがとう。オーギーブギー淳平さんどうもありがとう。今日は仕事休みなのでゆっくり過ごそうと思います。メリープ陽子ちゃん、今日はブギーさんと茨城の実家に行きます。あ、もう帰ってきたの陽子ちゃんね。え、日帰りかな。はい、足立正さん今日もやるよ。中村俊明さんおはよう。川島良一さんどうもありがとう。おはよう。これは庄司真由美ちゃん、ファンキーさん皆さんおはようございます。食べるヤクルト、カップでヤクルトで朝からテンション上がっておりますと言って、おー、なんかね、食べるヤクルト俺一回食ってみたいな。これヤクルト結構好きだからさ、ね、まあ最近甘いなと思うんですけどね。あのヤクルトさ、もうちょっと甘くないと俺いいなって思ってんだけど、どうなんだろう。甘くないとあの効力失っちゃうのかな、ちょっとわからんけど。でもこのなんかカップでヤクルトっていうのプリンみたいなのかな、ちょっと食べてみたい、ね、どこに売ってんの、スーパー売ってっかな、ね、食べたことあるな。はい、山田さんどうもありがとう。明日第32回、カズサの国さすが一な、ね、はい、小川雄三さんどうもありがとう、うん、釣り行ったのかな。はい、そんなわけで、ね、今日もキラキラ館内どうもありがとうございました。よろしくお願いします。はい、あと昨日の放送でさ、ね、千葉県に住んでんだけど千葉テレビ映んないっていう地域の方いらっしゃる、特に野田あたり映んねえぞっていうね話になってたんですけど、山田さんなんかこの千葉テレビの視聴、地域情報なんていうの上げてくれておりますのでね、よかったらチェックしてみてください。はい、山田さんなんか頑張ってますね。土のうを、この間のあれだ、あの茂原の大雨の時のやつだね。土のう、工事業者が発注者に断らずに外していた、箇所の、記事なんて書いてある。なんか勝手にね移動してたみたいな、ね、そんな記事がちょっとありましてね、ね、これはちょっと問題だぞっていうところで、まあね、多分このあといろいろね、まあ問題というかにこうなっていくのかなというね、これがあればもうちょっとこう被害がね、あれして軽くなったのかな、なんて、軽いって言ったら変だけどね、そんな感じになったのかななんて書いてある。なんかコメント書いてあるね、川野健一さんとかかな、工事中の堤防は水に削られるので、それを防止するためのビニールシートを貼ってあるのですが、そのシートがめくれ上がり、堤防がえぐられて土のうが転落したところが何箇所も見られますので、きちんとした設計で計画されていたのですが、施工に問題があった可能性が高いですので、施工業者の責任は逃れることはできないのではと考えていますよということでね。まあしょうがないね、これはね、いろいろ大変だったということで、はい、情報、よかったら目通しておいてくださいね。まあ本当だよ、ね、水害
大変だな、ね、まさか、ね、茂原かっていう、まあ、どこで起きても、ね、今、ね、おかしかねえぞっていう、ね、感じはありますけど、はい、で早くこう、ね、復旧されてされるといいかななんて思っています。はい、これは、はい、リアコメ、黒川とっこちゃんかな、この辺からだよね。あ、京子局員か。私も歌い込んでるので声がかすれてきましたなんて書いてますね。声かすれてきたって。とっこちゃん、京子さん、そうそう、ハーモニカお上手なんですよね。ね、日の矢のマスター。花田徹さん、去年の銚子電鉄ツアーの時は寒さ対策をしていただいたら予想外のいい天気&暑さでしたね。そう、あさって天気良くなって少し暑くなるというね。まあでもちょっと厳しそうだね。はい、リアルタイムご視聴どうもありがとう。飛弾英二さん、こんばんは、お疲れ様です、よろしくお願いします。花田さん、京子さん、はーい、な、飛弾英ちゃん、リアごめん、こんばんは、なんて。ん、危なっかしい、バックパスと横パスばかりで、ありゃ韓国に逆転されるな、なんて。あ、サッカーの話ですね。ね、サッカーやってんだよ。ね、アジア大会じゃない、なんかそんな感じだよね。花田さん、山田翔海さん、明日は、カズサの、国さすが市で出店な、頑張ってくださいな。キラキラメンバーさんの、渡辺商店さんも出店されますので、ぜひお運びくださいということでね。はい、そしてリアルタイムご視聴どうもありがとう。関はじめさん、こんばんは、お疲れ様です、よろしくお願いします。はい、関さん、珍しいのあれが起きてるんですか。関さん、よかったら、毎晩やってないけどよくやってます。はい、お願いします。扇メリープ陽子ちゃん、千葉県東金市、ん、帰ってきてますよ、夕方4時半頃です。ああ、結構早かったね、あっという間に帰ってきたのね。どうですか陽子ちゃん。そしてこれは久保田信之くん、どうもありがとう、こんばんは、お疲れ様です、よろしくお願いします。信之、信之リアコメ、こんばんは、お疲れ様です、なね。もうあれだから、月曜のバーベキューは川島さんと信之くんを励ます会だからね、月曜休みの人の会みたいな、そんなところでございますけどね。そうだよ、信之ちょっとね、昨日またちょっとキャンセル出ちゃったんで、誰かいない、今探してるんだよ、キャンセル出ちゃったんで、誰か来れる人、ちょっとまあね、土壇場なので、ちょっともういろいろ払い込みとかしちゃってるんで、ちょっとキャンセル料っていう形でもらわなきゃいけない状況なので、誰かいればね、まあちょっとその方と、こう変わっていただければ、ね、キャンセルした方もキャンセル料払わなくて済むので、ちょっと今探しています。で、ちょっとよかったら、花田徹さん、久保田信之、こんばんは、こんばんは、ご無沙汰しております。信之、花田さん、こんばんは、お疲れ様です、ご無沙汰しています、ね、はい、まあそんなわけで、どんどん今日はね、お集まりいたい土曜日でございますが、ね、ありがとうございます。なんとなくやってる、はい、まあそんな感じかな。東金どうよ、ね、はい、あと1個あったね、これちょっと読んでやろうかな、読んでやろうかなっていうことでもないんですけどね。長島さとみちゃん、ね、もう1年会ってないね、去年一緒に行ったんだよね。さとみちゃん、市内お祭り情報ということで、8日日曜日は私が住んでいる地域にある多摩神社のお祭りがあります。ずっと、2年に一度開けてましたが、前々ん
前々回はその少し前に来た大型台風の影響で中止になり、前回はコロナのため中止になったので6年ぶりの開催です。地域の人たちは、待ち望んでいたことでしょうね。ただコロナがまだ収束していない影響で例年よりだいぶコースが短縮されています。多摩神社を出発したら国道126号線旧道を山武市方面に進み、途中折り返して緑の里の方に進み、カインズの裏を通ってまた旧道に出て東金駅の方向に進んで、途中また折り返して多摩神社におみこしを納めて終わりますと。最後多摩神社の急な階段をこれ何とかの人読めねえよ、人たちが勢いよく登る様は迫力満点でお祭りのクライマックスです。お近くの方は、ぜひ、勇壮な、おみこしと、出汁の、行列をご覧にいらしてくださいと。天気が持つといいのですが、まあ明日持つんじゃないかな、私もどこかで見ようと思っていますということでね。秋のお祭りということでね、東金、明日は結構また賑やかなんじゃないですかね。そうですかね。安野さんとこ行くのかなね。はい、東金の玉神社というところのお祭りでございますね。なんか日柄美ちゃんとかもなんか行くなんて書いてあったね、この間ね。はい、ね、日曜日お祭り楽しんでくださいね。いいよね、真夏はまあもちろんいいんだけどさ、暑い中やるのもいいんだけど、ね、このくらいの、気候の方が、まあ、見る方も、ね、結構楽で、いいんじゃないかなって、ね、ちょっと思ったりしておりますけどね。まあそんな感じだよ。まあいいよ、ね、まあそんなわけで、はい、東金方面の方もまあね、まあどこもなんかあれだね、今日もファンキーとねがもまあ仕事で、結構柏市内、公園回ったりとか、まあちょっと地域のまあお祭りというかイベントなんかもちょっと顔を出してたんですけどね。いやーやっぱり秋のね、まあイベントシーズンということで、結構いろいろね、各地でやられていて、まあまあ盛り上がってるなという、そんな感じはありましたけどね。はい、明日もいろんなところでイベントね、いいな、天気持ってくれて本当にね。じゃあちょっと悔しいですよ、まあしょうがないけどね。はい、どうもありがとうございます。またよろしくお願いします。以上、東金キラキラ情報局でございました。というわけでお届けしています地域情報発信バラエティファンキー利根川お気持ち大人の夜の8限目、土曜日は久しぶりの生放送でございます。はい、たくさんお集まりいただきまして、ね、どうもありがとうございます。本当に、ね、たくさんの皆様のご参集、ね、どうもありがとうございます。ご参集っていうのもまたすごいですけどね。はい、あーね、あーそう、ファンキー利根川の近況、まあ、近況、ね、あのねちょっといろいろなんかまあノリに乗ってるっていうわけじゃないんですけど、まあ最近いろいろなんか上向き調子で、ね、なんか最近ちょっと乗ってきたかな。だいぶね腰痛いところからグダグダしてて、結構いろいろ大変なメニューもあってさ、ずっと低迷してたんですけど、まあそんな中でもね、夜喋ったりとかね、一時夜も喋れなくなっちゃってさ、ね、しばらく、開けちゃったりこうしてたんですけど、まあそんなのも、ね、乗り越えまして、まあだいぶね、体調の方も、戻りまして、なんかねいろいろ、まあ別にね、神様仏様に、ね、どうのこうのっていう、まあもちろん手合わせに行くことはね、結構頻繁まめにやってるんですけど、まあもちろんそれもあれなんだろうけど、まあ本当にいろいろね、なんか上向き上司ということでね、いい感じで、まあこれでまあね、本当に、またね還暦に向けて、がっつりやっていけるといいかななんて思ってはいるんですけど、
まあそんな中ちょっと気分を、ね、最近変えたいなと思って、なんだあのよく肩からあのぶら下げてる、何ショルダーバッグ、ね、ショルダーバッグを、まあ、身長というかさ、まあねあのちょっと、まあ、身長つってもあれだけどあのメルカリで買ったんですけどね、なんかちょっと よさげな感じのやつを安かったからメルカリで買ったんで、買ったりとかしてるんですけど、であのたまたまこの間夜中あんまり最近見てなかったアマゾンちょっと見てたらあの黒い財布今使ってたやつもあもうねだいぶ使ってんだよ7年ぐらい。でも結構なんかね物が良くて特段壊れたりとか全然してなくてさ、もう7年とか8年使ってアウトドアとかっていうところの、あのただね難点はね重かったんだよ。なんか知んないけど作りがいいんだかなんだか分かんないけど重かったね。だからちょっとねカバンをあの軽くしようかなと思って、でちょっといろいろ結構ねいろんなものをね持ち歩きたい人なんですよ。あのバンドエイドから爪切りとかさ、なんかそういう思ったるいものとかもなんか持ち歩きたい人で、あとなんかいろいろねあのマスクやらティッシュとかウェットティッシュとかさ、女じゃねえんだぞっていうね、俺は男だぞって思ってるんですけど、なんかいろいろ細々しいものをねあの持って歩きたい人なんですよ。だから重いんですよカバンが。でもうちょっともうねカバンが最近重いなって思ったので、あちょっとね減らしていこうっていうところで、でまあたまたまアマゾンチラッて見てたらなんかあのすごいなんかアマゾンで大人気の、こう黒い、まあ、男が持ってる長財布っていうのがあの出てたんですよ。3500円が、500円引きクーポンをついて3000円で売ってたんですよ。それでなんかすごい評価いっぱいあってなんかみんないいいいって書いたんですよ。で、あこれ軽いかなって思ってついつい買っちゃったんだよ財布ね。まあねあのずーっと持ち歩ってるもんだからさやっぱ飽きてくるからさ、でちょっと重かったからね。それでまあ、 あのさっき着いた帰って仕事帰ってきたら着いててさ、ただまああんまりあの重さ自体はあんまり変わんないけど、あのちょっと薄くなってるかなっていう感じがあったんで、あまあいいかなと思ってね。ちょっと中のあの、まあ、カードとかもさ、なんかあの病院の診察券とか非常に多く持ってる人で、でなんかねあのそんなのも整理できるしいいなと、まあいや3000だしと思って、まあこれで10年使えれば元かなって、ね1年300円、まあ、10年使うかどうか分かんないですけど、まあちょっとまた明日からあのちょっと気分一新して、ねまあ、お金も少し貯まるかなっていう分かんないけどね、まあそんなあの近況でございましたね。ちょっとあの持ち物、まあ、ね、本当にあの高額なものは買えないよ、なんか高いメーカーのものは買えないですけど、まあね本当に使えればいいかなっていう、まあそんな感じでちょっと新調したので、ちょっとまた明日から気分一新して、行きたいなというね、そんなところでございました。ファンキー利根川財布を変えたよと。ね、まあ今時あれだよね、あの財布買ってるっていうこと自体がさちょっと乗り遅れてるっていう、今ねあのお財布携帯とかどうも苦手でさ、あのピッピッってやるのは楽そうでいいなって思うんだけど、どうもなんかねあのなんかこう現金でって払う、まあなんかねダメ、時代についていけないっていうかねえあれなんですけど、マリノルさん、ん最近財布を持ち歩かない日常になってしまったので、まあそういうのもいいよね、そういうのもいいんですけどね。はい、まあそんなわけでちょっとファンキー利根川の近況でございました。はい、土曜日、おしゃべりしています。いいね、明日休みだからさ、明日明後日休みなんで、まあなんとなくねあれして喋れるからいいかなと思ってますけど、はい行こう。
千葉県野田市チキチキ情報局やります。これはおうちご飯シリーズ、タンポバニー剛さんからいただきました。どうもありがとう。おうちご飯、令和5年の地域の食卓の記録を後世に伝えていこうという、そんなね、志の高い、高く持ったコーナーでございます。連休なのに、ぼっち飯シリーズということでね、もうファンキー利根川は常にぼっち飯です。連休そうそう一人自宅に残されたバニーですそんな今夜は曲げわっぱで鮭の、親子丼。おーいいね。あそうだよね、仕入れたもんね、筋子こないだね、やってたもんね。塩いくら、いくらかね。先週塩いくらをつけたので、豊富にあります、豊富にございます。そこに、鮭のハラミをホットサンドメーカーで両面じゅわっと焼いて曲げわっぱに盛り付けました。ご飯は寿司の子で酢飯にしました。いいね、寿司の子、寿司の子懐かしいな。もうほんとしばらくだ、売ってたよね。たえどうだっけな、長種になって玉の井かな、寿司の子、ちょっと忘れちゃったけどね。かいわれと、かいわれと庭から摘んできたしその実を、飾っていただきますなんて、いただきます。いやーもうなんでしょうな、美味しすぎて言葉になりませんな、うまーな、ということで美味しそうです。もう塩いくらね、と鮭で親子丼ということで、海の親子丼、すごいです。いやうまそうでございますね。いいね、いくらピカピカしてますね。本当だよ、非常に素晴らしい、美味しいな、もう食べたいな、いくらとかね。結構ファンキーとか好きなんですけどね。人によってあれだよね、なんかほら魚卵系とかあんまり食えない人いるよね。なんだっけ、尿酸値だっけ、よくわかんねえんだけどさ。ファンキー利根川はおかげさまでなんかそういうものは一切引っかかってこなかったので、まあ食おうと思えばガンガンね、食えますけどね。なんかたまに食いたいよねと思うんだよ。なかなかねこう買う、あれがなくて、まあね、たらこはよく食うんですけどね、たらこはまあお手頃だし、たらこはよく食ってますけどね。たまにいくらとか食いたいな、そんな風に思っています。はい、バニーさん今日は一人でね、川間の自宅で週末ということでね、はい、美味しそうでございます。皆さんもよろしければやってみてください。はい、いやー美味しそうですね、親子、はい、どうもありがとうございました。マリノルさん、月曜日のバーベキュー大会、会費はお釣りのなきように封筒に入れて、用意するね。皆さんよろしく。京子局員が会計も担当していますのでね、まあ外でやるのでちょっとごたごたしちゃうので、ね、間違いないようにということで、ぴったりで持ってきていただけると、まあ、今回雨も降りそうですね、なのですいませんけども、ぴったりご用意いただけるとありがたいかなと、こんな風に思っています。はい、マリノルさん、マリノル日は、ご縁に感謝する日って書いてある。何これ、ねえ、というわけで、なんだろう、ね、コメント特に特段ないんですけど、マリノルの日ということで、なんかいろいろね、小劇場って書いてある、いろいろなんかね、出ておりますけどね、はい、どっか行ったの今日、
地下化された元鉄道線路に跡地に利用した、イベントマーケットがにぎやかになって書いてある、どこ行ったのこれ、ね、ちょっとわからん、ん、あ、これだ、ん、パーク&ライドして、一度都内へ向かうが砦で40分、足止め食ったの、南千住、三河島にて河川に引っかかった風船撤去作業で、そうなんだ、ね、40分足止め食らったなんて書いてあるね、とりあえず砦で最初に、発車案内された砦発暫定北千住行きに乗り換えてなんて、書いてあります。あ、小田急線直通の向こうが丘遊園行きに、飛び乗ったんだ。あ、下北沢行ったの、で下北沢、そうなんだ、そうですか、はい、いやー、いろいろ動くね、周りのるさん、ね、お仕事も都内に行って休みの日も都内に出かけていくという、いやー、そんな素晴らしい、あ、なんだこれ、間違えちゃったよね、はい、まあそんなわけで、まあちょっと詳しくは、読んでいただければね、今日もマリノルさん活発に、動いたよという、そんな情報が上がってまいりました。どうもありがとう。はい、またお願いします。続いて平井さんね、最近なかなか時間合わなくて、まあ投稿はいつもしてくれてんですけどね、うん、ありがとうね、今日の朝ラーメンだって、すごいよね、やっぱまだ血気盛んだね、朝からラーメン食えるって。柏公設市場内のラーメン流れ星の、竹岡式ラーメンだって、うん、乾麺仕様なんて書いてある、ね、すごいね、朝からラーメン、あー、でもなんか美味しそうですね、うん、朝からラーメン行くとはすごいです。あ、平井さん、ん、山、あ、あそこの16号の山岡か、入ったことないけど、山岡屋の朝ラーメンも美味しいですよ、朝ラーメン青ネギトッピングなんて書いてある、ね、はい、平井さんも、まあ、朝ラー食ってるぐらい元気ですね、はい、よかったです、はい、平井さんまたね、一緒にご飯食べましょう、よろしくお願いします。Facebook ライブリアルタイムご視聴どうもありがとう。なんて読むんだろう、お初ですね、深城さんでいいのかな、深いに、大っていう字、なんて読むの、ちょっとわからない、うん、白じゃないかね、深大さん、わからない、太郎さん、はい、こんばんは、はじめまして、千葉県の野田市とか千葉県東金市とか、あとその周辺地域のいろんな情報を生放送でお届けしている、ファンキー利根川お気持ちという番組です。よかったらコメントください、お願いします。はい、じゃあ続いて、今日いただいた投稿を読んでいます。安野さんどうもありがとう。チキチキ音楽部、今宵もリアシートに彼女を乗せながら、爆音小僧が下手くそな、コールを奏でていたので、こちらの曲をチョイスという、若いっていいっすねって書いてある、うん、早見優、ね、パッションって書いてある。東金はまだいるんだね、もう二人乗りして下手くそなコールで、ね、バイクだよね、ワン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 やって走る人、そうですか、あんまりもう柏手で見かけなくなったけどね、ということで、はい、どうもありがとう。だったら聞いておいてください。あとこれは野田の野田ガスホール文化会館ですね。はい、吉本お笑いライブまた来ます。これはあれだね、多分年に何回か組み込まれちゃってんだよね。お笑いライブというね、吉本も稼いでんね。営業ということで、はい。笑いたい方は行ってください、ね、結構4000円、4500円もあんだ、あ、そこまでして俺は見たかないな、ね、テレビだったらいい、
はい、どうもありがとうございます。野田くん、今日の夜、イカフライのタコ飯な、鍋焼きうどん。はい、野田くんどうもありがとう。ね、だいたい野田くんちの、食卓が、だいたい分かってきました。ね、なんとなく、あれがあるよね。ローテーションが、ね、こんなところでございます。はい。タコ飯、美味しそうだよね。いいな、食ってないな。バニーさんもよくやるタコ飯な。はい、野田くんどうもね。ひだんえいちゃん、個人的に今日もカレーの日ということでね、この後出てきます。ブギーさんの投稿を見てたらカレーをまた食べたくなったので、仕事帰りに、久々に、野田市内大どろいの肉の染井さんによって肉屋のまかないカレーを買ってきました。マニアックね。その前に丸越北柏店でスーパーカレーラーメンと、スーパーカレーラーメンだったんだ、粗挽きポークのカレードッグを、買っていたので、今日はもうカレー三昧ですね、というすごいです。カレー三昧、これ美味しいの、このなんかスープカレーだ、ごめんね、スーパーじゃねえじゃん、スープカレーだよ、スープカレーだよね。スープカレーって書いてある。スープカレーじゃん。ねえ。A ちゃん疲れてたね。多分今日仕事だったから。ねえ。土曜日も仕事で疲れてた。スーパーカレーの。ねえ、スープカレー。ちょっとこれ気になるな、こういうの。ねえ。はい。というわけで、ねえ、ちょっと食べてみたいなと思います。ねえ。マレーツに言ってる。お、安野さん、うちも同じラーメンあります。まだ食べてないんだけど、ひだんさん的にお味はいかがでしたかな。えちゃん、風呂出たばかりでまだ食べてないよな。明日の朝が食べるのなんて書いてある。はい、えちゃん、食べたら、ちょっと乗せてよ。味。スープカレーラーメン。ありがとうございました。こういうやつでさ、今売ってっかな、まるちゃんのカレーうどんっていうやつ。最近食ってないけど全然。あれ、美味しくない？カレー黄色くて。今売ってるの。この袋麺タイプの、カップラーメンじゃなくて、この袋麺タイプの、まるちゃんカレーうどん。わかる方いいから、リアコメで教えてください。ねえ。まるちゃんカレーラーメン、あ、カレーうどんか、売ってるかどうか。なんかあれ結構美味しいなって思ったんですけどね。はい、どうもありがとう、よろしく。リアルタイムご視聴どうもありがとう。近藤道明さん、こんばんは、お疲れ様です、よろしくお願いします。近藤さん、リアコメこんばんは、お疲れさんです、なんて、近藤です、遅くなりました、いやらしくお願いしますね。近藤さん、よろしくお願いします。リアルタイムご視聴どうもありがとう。太田信俊さん、こんばんは、お疲れ様です、よろしくお願いします。太田さん、月曜よろしく。はい、じゃあ千葉県のチキチキ情報局、今日いただいた情報もう少し読んでいきます。タンポバニー強さもう一発。ランチ、お家でランチ、珍しく数ヶ月ぶりに週末を自宅で過ごしています。でも子供たちが昔の山村留学先のイベントに出かけてしまい、結局ぼっち、ね、しょぼーんという。なので今日は冷蔵庫の整理飯という、お昼は残り物の自家製ベーコンの切れ端、じゃがいも、淡路玉ねぎのみじん切りに、シュレッドチーズ、片栗粉をまぶして丸型のホットサンドメーカーでガレット風に焼き上げてみましたということで。ああ、ねえ。主役通り、外はカリッと中はとろーりめっちゃ美味しいと。ついつい昼間からビールを飲みたくなっちゃったけど、なんて、そこはノンアルビールで、なんて書
可愛いです。ね、ファニーさん、昼間から飲まなかった。ね、ノンアル。そうですか。これはこれなんか美味しそうですね。安野さん、とても冷蔵庫の残り飯とは思えないね。そうそうそう、思えないです。残り物で作ったっていうのは思えない。バニさん、アザマス、美味しかったですよ。そうね、バニーさん作るとね、本当になんか全然そうは思えないよね。残り物っていう感覚は感じじゃない。そんな感じでね、はい、どうもありがとうございます。美味しそうです、この自家製ベーコンってね、なんかすごくこうそそられるものがあるなと、そんな風に思いました。はい、どうもありがとう。ぼっち飯ということでね、今日もいただきました。はい、じゃあ続いていきましょう。お、珍しいね、こっちに上がってますね。大木ブギー純平さん、どうもありがとうございます。1日遅れのカレーの日ということで、まあ延長戦と言いましょうね。延長戦、今日は奥さんの陽子ちゃんの、実家に行く予定があったため、昼食は茨城県内の山田うどんによりカツカレーの大盛りとザルラーメンのセットを頼みます。すごい若いね、ブギーさんも若いです。もうすごい量、まあ、ファンギーとね、まあね、40代ぐらいまではね、あのこのぐらいやってましたよ、正直ね。このぐらいやっていました。でもう100キロに近かった、ね、なんかね、あ、まあ、あのね、この間のあのコロナからなんかね、胃袋がねちょっと小さくなったって食えなかったじゃないですか。なんかね、大盛りを食わなくてもなんか結構ね、さっき満腹になるんですよ、2、3日前もラーメンのなんか特製ラーメンっていうのを食ったんですよ。で、あの全然大盛りじゃなくて、そしたらあの上のトッピングが結構あって、もうそれでも腹パンパンでさ、いくらかね胃がちっちゃくなったかなと思いますけどね。まあしかしこのもうすごいですこの量、若いからいいんじゃないですかね。陽子ちゃん何食ったの、これチャーハン食ってんの。陽子ちゃん、陽子ちゃん今日少なめですね。まあ陽子ちゃんいろいろあれだね、いろいろやってるからあれかなね。まあそんな感じで、ちょっとこう少ない。しかしブギーさんはすごい量食ってます、ですか。陽子ちゃんいいね、頑張ってるよ。陽子ちゃんチャーハンかな、これなんでしょう、はい、そんなわけで、やるの最近行ってないね。俺も山田、かかしなんとかとかあったよね、かかしラーメンじゃわかんない、パタヤ太郎さん、おー、なんか久しぶりですね。かき揚げ丼セット最強です。俺もう食えないんだよ、あのね、このかき揚げ丼とかね、もうダメだね、あのもうすぐあの胃に来ちゃってダメだな。まあね、あのなんかね、質のいいって別にあの別にあの何山田方がダメってことじゃないけど、あのこの間ねどっかであの天ぷら食ったんですけど、それは全然平気だったんだけど、なんかね、あの天屋とかさ、もうだいぶ行ってないけど、もう結構もう 6,7 年前からあの手のところでさ、あの天丼のなんかすごいのとかもう食えない、もう半分ぐらい食っててもう胃がムカムカしてきちゃってさ、最近ちょっとダメなんだよな。でもまあ昔食べたよ、美味しかったですね。はい、ブギーさんありがとうございます。機会ありましたら頼んでみたいと思いますね。 A ちゃん、カツカレーの大盛り美味しそうですね。今仕事終わって腹ペコなのでたまりません ね、 美味しそう。はい、まあそんなわけで、まあね、大丈夫です、まだ若いから。まあいや、30代は大丈夫だ、40代だったら本当気をつけないとダメだよ、50代になってきますからいろいろ、はい、陽子ちゃんもね、陽子ちゃん頑張りましたね、もう少ない、はい、ブギーさんどうもね、お疲れです。はい、
これは山田さん、花田さん、こんばんは。はい、こんばんは。山さん、師匠、印刷に行ってきます。印刷。すごい時間だね。まだやってんだ。昔ファンキーでもやってましたよ、夜な夜な。印刷に行ってきます。メリープ、ヨーコちゃん、チャーハン食べましたの。かわいい。ヨーコちゃん、かわいいよ。もうこそっとあの奥でチャーハン食べて。マリノルさん、確かに私も50過ぎた頃から、ランチ、天丼減りました。本当にね、だめだね、最近、天丼。食べたい気持ちはすごいあるんですよ。かき揚げ丼とかさ、大好きなんですけど、ダメなんだよね。ついてこない。胃が。もう。はい。すいませんね。もう、アラカンでございますんで。本当だよ。外食ばっかしてんじゃねえぞって、もうみんなきっと思ってると思いますね。だからなんかね、どうしてもね、日中、外出ちゃうとさ、どうしてもね、外食になっちゃうんだよね。もう本当に。事務所近いので、極力、事務所仕事で、事務仕事やってるときは、で、自宅に帰ってきて、休憩しながら、なんかあるもんで、ご飯食べていくんですけど、納豆とかさ、とっこちゃんからもらった梅干しとかでさ、チャカチャカって食べてやるんですけど、どうしてもね、いろいろちょっと出先行って、いろんなね、ちょっとお宅回って、いろいろ挨拶したりとか、いろいろやるんですけど、まあそんな途中で、どうしてもラーメン食ったりとかさ、なんかね、またそれアップしてっからさ、最近チキチキキラキラも上げてるじゃないですか。ね、あれと同じように、柏にもあるんだよ。コミュニティがあってさ。まあ、柏に住んでるから、まあ、柏の店が多いから、柏にも最近あげる。もう、あいつは、毎日のようになんか食ってんなって思われてんなっていうのはわかんて。ねえ、だから一応、すいません、いつも食べ物の投稿ばっかりでごめんなさいって。ねえ、食い物ばっかり出してんじゃねえぞってなんか思われてそうでさ。やんですけどね。本当にまあね、だから、もう最近はちゃんと夜も、ね、なるべくもう夜は家で食うように、ね、したりしてますけど、ね、はい。キキツさん今日いないね。キキツさん土曜日だからあれじゃないの、集中力なかったんだよ、ね、やるよ、ね。どうもありがとう。これはカーマの金津水庵進先生ご推薦。これは埼玉県ですね。南桜駅近くの、宝州って読むんだ。峰船って書いて宝州読みます。昭和のお蕎麦屋の美味しさです。蕎麦は機械の手打ち、式風の歯ごたえを感じました。いい感じですということで、ね。美味しそうですね。なんか随分そば白いね、ここのは。一瞬ラーメンかなって思ったんですけど、うどんか、細めのうどんかなって俺思ったんだけど。ねえ、これそば。ねえ。ああ、もう天丼食ってるよ、ここでも。天丼。ねえ。まあ、こうねえ、このぐらいいくとな、これイカかな。ねえ、結構美味しそうですね。ちょっと一回行ってみたいな。ねえ、美味しいんであれば。ねえ。そうですか。ん？何これ。行者は自分のことは一切拝まず、人の幸せだけを、願って祈るという、この言葉通りのことを実行している先生を私は高く、ん？なんていうの？評価しています。ちょっとわからない。田原総一郎って書いてある。なんか書いてある。なんか思い入れがあるんですかね。あ、これは菊池さんの本か。本読んでんのか。深い本読んでますね。はい。まあそんなわけで、もう菊池さんもいろんなとこ行って。菊池さんもあれだよな。最初に、もうだいぶ前に会った頃から、初めて会った頃からさ、なんかかなりなんか育ってる感じなんだけど。ね、今日菊池さんいないからあれだけどね。
菊さんも気をつけた方がいいんじゃないかな、そんな風に思っています。人のことは言えねえけどよ。はい、アリインディアンレストランね、もう最強のね、柏はもう野田じゃ最強じゃないですか。まあ、ファンキーとね、柏じゃあ、なんだカリームね、して野田じゃあアリ、ね、そんな感じかなと思っています。ありがとうございます。はい、これはんなんだ、あ、同じくアリインディアンレストラングループの、七高台ロッシーにまだ書いてあるよ。ここに出ました、ココモコ弁当ね、え、もうミスプリロコモコって入れるはずが間違ってこうなんだよね、こうになっちゃったらもうココモコで定番メニューになっちゃってるよ、ココモコね、え、新しいメニュー表もちゃんとココモコで出てるからさ、謎の、ココモコ弁当、あれはあれですよ、多分ロコモコだと思うんですけどね。いやー本当にここはね、お値打ちです。皆さんよかったら行ってみてくださいね。ドライカレーかなりやられます。いやよかったら、食べてみてください。他も美味しいです。カレーライス弁当380円なんて書いてある、安いね。はい、ありがとうございます。野田くん、今日は鎌ケ谷行ったんだ、鎌ケ谷市、今日は新京成サンクスフェスタ行きましたということで、新京成のお祭りかなね。そうですか、なんか30周年書いてありますね、新京成。はい、まあ各地でイベントね、いろいろありますね。はい、野田くんお疲れ、どうもありがとう。マリノルさん、リアコメ、天夜、週一ほどの時もあったな、なんて、俺ダメだな、もう天夜はもうだいぶ前に食えなくなった。なんかすんごい天丼食べてたんだけど、刺さったようなやつ、こうね。黒川どこちゃん、忘れてたな。9日、梅干し持ってきます。ああ、どうもすいません。ありがとうございます。ね、梅干し美味しい。ご飯進んじゃう、ね。あれだけでも昼飯食えたもんね。マリノルさん、茨城っぽい差し入れ、バーベキューに持参します。ああ、どうもありがとうございます。差し入れ大歓迎ですからね。よろしくお願いします。今日局員、菊さん、弘法大師、空海の、言葉と同じです。ね、さっきの、なんかいろいろ読んでる。ね、これはチキチキ情報局、マリノルさん、マリノルの特別な日ということで、マリーとノルテの飼い主として、犬仲間からマリノル、かっこパパさんって、音頭落語の私は呼ばれていましたよ、ということ、ね、ですか。本日はマリノルの日、そしてマリーが星になって12年経過しました。13回忌、ノルテ、星となってちょうど9年半です。思えば人生の30代40代と約22年間家族として常に、身近、そして、ライフスタイル、サイクルも何かとマリノル中心だった生活が日常で、亡くなってから早10年ということでね、これから先60代70代どのような暮らしをしようかなということでね。そうですか、本当にね、マリノルさんなんかこういうね、ずっとこうね思われてるという、なんかすごいなと思いますけどね。ねえ、まあ本当にね、こうあんまりなんかね、動物あんまり飼ったことなくてあれなんですけど、でもね、一緒にずっとこうやっているとね、本当にこう可愛いんだろうなって思いますね。はい、マリノルさんね、60代70代どうやっていこうかな、考えておりますけどね。ファンキートネガーも、
もうちょっとしたら考えようかなと思ってます。まだまだなんかちょっとやりたいこともあったりね、そんな感じでございます。はい、楽しくやっていきます。Facebook ライブ、バニーさん、ココモコとはうちの娘2号がメニュー見てココモコって何と大爆笑したという記事を僕がチキチキに上げて大ブレイクしたんですよ。そうそうそうね、ココモコな、よく気がついた、書いたり、ね、ココモコな、平井さん、三顔の空ということでいただきました。ありがとうございます。はい、そしてこれは一言つぶやき、行こう本沢、高橋さんどうもありがとう、秋葉博士ちゃんどうもありがとう、平井和成さんどうもありがとう、近藤道明さんどうもありがとう、中村俊明さんどうもありがとう、黒川とっこちゃんどうもありがとう、おはようございます、休みの日なんて、涼しいをこうやって寒かったので布団が必要ですなんて、久々ゆっくり寝ました、今から朝食べます、はい、よかったっすね。野田明宏君どうもありがとうございます。今日はくぬぎ山に行きます、さっきのね。たんぽさん、今朝はチョロ残りの、生地で明石焼きだ、具は魚肉ソーセージ、うんって悪くはないけどお子様向きの味かなーなんて書いてねえ、はい、魚肉ソーセージ。染谷健さん、フロム岡山、倉敷も、朝方は涼しさを通り越して寒く感じます、今日は軽めにサイクリングをしてきました、空き地に咲くコスモス摘む女性がいました、はい、ね、野田くん、サンクスフェスタ、はい、リラクサーズ柿沼さん、もうじきこの愛車ともお別れですね、またもうこんないい車があってまたあれですかね、入れ替えですか、たまんないね、たったよ。安野さん、こんばんは、ん、京子局員からいただいた名刺を携帯の、ん、名刺を携帯のアプリに取り込んだ後、会社の机、マットに挟んでいたら張り付いてしまい、顔と名前だけが残ってしまいましたって書いてある、ね、あ、本当だ、いいね、もうこれを見ながら、もう仕事してください、すごいことになっていますはい、そんな、ね、楽しい仲間たちからの一言つぶやきです、どうもありがとう、みんなもよろしく。今日局員、お仕事引退したらレストランここ、あ、ココモコかカフェココモコをバニーさんの監修でお店出して経営して、するしかないかね、皆さん、出資お願いいたしますね、はい、はい、うん、まあそんなわけかな、ね、そんな感じで、今日もどうもありがとうございました。はい、まあちょっとオープニングの方でも、ね、頭の方でも言ってましたけど、あさってですね、いよいよ、バーベキュー大会ということでね、ちょっと残念、残念なところ、ちょっとまあね、いろいろあの事情があるあ、ね、できちゃった方がいらっしゃいまして、1名1枠キャンセル枠出ておりまして、ね、あのもし、行けるよとか、あの誰か誘えるよ、まあ、あの当日ね、もう参加決まってる方で、誰か誘えるよなんていう方がいらっしゃったら、ぜひ、声かけていただけるとありがたいかなという、そんなところで、ちょっといろいろね、まあ、支払いの方とか、まあ、いろいろね、ありまして、ちょっともうキャンセル料、まあ、もうね、来ても来なくても、お金は、いただくような形に、なってしまっておりますのでね、まあ、ちょっと清水公園さんとか、お酒屋さんの方とはね、まあ、そういう約束で、予定組んでおりましたので、ね、まあ、誰か、声かけられる方いらっしゃったら、ね、ぜひ声かけていただいたりとか、まあ、放送聞いていけるよなんていう方いたら、ちょっと声かけてまたいただければなと、そんな風に思っています。はい、まあ、その他の皆さんは、ぜひね、
寒いので、エントリーされてる方ね、寒いので暖かい格好してね、ぜひ来てください。はい、お願いいたします。まあいろいろね、まあ秋ということで、まあお祭り、まあイベントお祭りやら、なんだかんやということで、あってね、まあ楽しい時期でございますけど、まあね、また寒くなると、まあだからあれじゃない、まあ10月11月ぐらい、一番なんか涼しくてね、いいのかな、なんて。あ、そうそうそう、だからまあね、急遽寒くなってきたらさ、全然まあ普段も衣がないから俺しないんだけどさ、ちょっとね、あさって用に引っ張り出さないと、あの上着とかさ、あったかい格好していこうかな、なんて。ちょっとね、準備していこうかな、なんて思ってますけどね。あ、あとね、まあ別にこれはなんか気分転換とかじゃないですけど、まあちょっとね、あの最近仕事で、あのよくスーツ、着てるので、まあ今まではほら夏だったからね、ワイシャツとスラックスでよかったんですけど、ちょっとスーツを、明日でもちょっと時間あれば、ちょっとね、見に行こうかな。ただイオンに、イオンのスーツコーナーにさ、まあね、そこそこの値段で、買える、まあ涼しというか、があったら、まあもちろんオーダーなんかできないよ、まあスーツどっちかっていうと作業服になっちゃうんで、とてもね、何万円もするものは買えないんですけど、オーダーメイドなっていうのは買えなくて、まあ吊るしのね、まあ既製品のやつで、まあサイズある程度合わせて買うんですけど、たまたまね、ちょっと前にイオンで見たらさ、なんか着れるやつがあったから、ちょっと明日見に行ってよかったら、ね、もうだいぶ寒くなってきたんでさ、まあ、一着は持ってんですけど、本当何十年ぶりとかでなんかスーツ、まあ前もね、そごうとかああいうね、百貨店系のイベント仕事なんかの時にはね、スーツで入ってたんですけどね、だからまあ 6,7 年ぶりぐらいでまたちょっとスーツ着るようになったんで、ちょっと一着、新調しようかな、なんて、安いやつね、安いやつ新調しようかな、なんて思ってますけどね。で、明日ちょっと時間あれば、見てこようかな、そんな風に思っています。ね、本当だよ、もういい加減、今日もまあ日中はね、ワイシャツいただいたんですけど、やっぱ夕方になるとやっぱ上着引っ掛けないと、わあ、なんか寒いな、なんてね、そんな感じなので、ちょっとスーツも明日ちょっと時間あれば、ね、明日だからもう午前中から動こうかな、なんて思ってますけどね、いろいろやんなきゃいけない、大変でございます。頑張りましょうね。はい、じゃあ皆さんもね、明日も、まあ明後日もね、休みで、まあ天気の明日だけなので、皆さん、ね、がっつり、楽しんで、投稿の方よろしく。まあ明日明後日は放送お休みになりますが、また火曜日かな、火曜日ね、なんとかやりたいなと思ってますけどね、頑張っていきますよ。じゃあリアコメ読んで終わりしましょう。今日局員、あ、バーベキュー、信之くんのお兄さん無理かなね。あ、信之そうだよ、お兄ちゃんダメね、急遽キャンセルになっちゃったんでね、ちょっと誰かいないかなって探しています。はい、バニーさん、実は定年後はキッチンカーで明石焼きを売りながら車中泊、夫婦2人で日本一周したいな、野望を抱いている。いいね、最近なんかそういうの流行ってるね。なんか YouTube とか見ててもさ、みんななんか日本一周してるね、車改造してさ、まああれはあれでいいよね。なんかああいう生活もいいかなと思いますが、ね、なんかでもね、俺ね、狭いとこでなんか寝らんないんだよな、あんまりな。なんか寝るとこが広いところで、あーってこう寝たい人なんでね。1日2日だったらいいけどね。はい、まあそんな感じで。はい。
まあそんな感じで3連休ということで、まあ明日さて、まああと2連休ありますね。どうぞ皆さん、いい感じでやって、まあファンキーとねはいろいろね、まあバーベキュー終わってからの、今度はね、音楽練習しないといけないという、まあ来週もなんか結構またね仕事過密でさ、スケジュール過密になっちゃっててなんですが、まあちょっと一生懸命ね、なんとか練習して、行こうかなと、そんな風に考えています。はい、それでは、あーもう11時だよ、ごめんね、遅くまで皆さんありがとうございました。じゃあ皆さん楽しい週末ね、週末というか土曜日日曜日、土曜日月曜日、バーベキュー参加の方はどうぞね、まあちょっと雨降るんですけど、ね、申し訳ないんですけど、ぜひね、遊びに来ていただきたいなと思います。信行、あなんか用事あるみたいです。あね、今日局員、バニーさん、実現したらめっちゃくちゃ楽しんで、そうなって、バニーズ明石焼き爆売れしそうやねん。バニーさん、別に局長と2人で寝たいとは思わないので大丈夫です。ね、ありがとうございます。いいね、でも日本一周、ね、行ってないとこいっぱいあるからな、俺もね、もっとね、せめて国内、死ぬまでにはなんかね、もっといろいろ行っておきたいななんて思ってますけどね。はい、大木メリーぴょこちゃん、どうもね、お疲れ様でした、おやすみなんて、はい、どうもありがとうね。はい、それでは、どうも今週も1週間どうもありがとうございました。じゃあまた来週も一応火曜日スタートということでね、放送の方はやっていく予定でございますが、まあドラム練習とかいろいろございますので、まあちょっとそのあたりはいい感じでね、調整していこうかなと思いますので、また放送あるとき、ぜひね、ご視聴の方、よろしくお願いいたします。はい、マリノルさんどうもね、またあさってなん。はい、どうもありがとう、よろしく。それでは、今夜のファンキー利根川お気持ち、土曜日生放送、以上をもちまして、お開き、閉店でございます。じゃあね、明日あさって皆さん楽しく過ごして、投稿は多めでよろしくお願いいたします。今夜もどうもありがとうございました。お開き、閉店です。サンキューでした。ここまでのお相手は千葉県野田市チキチキ情報局、千葉県東金市キラキラ情報局局長&しゃべる管理人。それでは皆さん、今夜もご唱和よろしくお願いいたします。いきますよ、夜の市長、みなぎる男ビッグマグナムファンキー利根川でございました。はい、それではじゃあ今夜はこれいこう。はい、12月10日コンサートです。皆さんお集まりください。チケットそろそろ売り出しますからね、皆さん買ってくださいよ。じゃあね、まだファンキー利根川なんだっけ、野田ロックの音源はないので、ヤングコーン藤井一郎、ヤングコーン久しぶり、じゃあ恋する商店街を聞きながら、お別れいたしましょう。コメント、マリノルさんどうもね、おやすみ、近藤さんおやすみ、信行おやすみ、花田さんどうもね、土曜日も元気なんてビンビンな、なんて、夜の師匠様どうもありがとうございます。はい、信行、師匠オフ会よろしくね、なんはい、よろしくお願いします。はい、じゃあまたね、本当にいつもどうもありがとうございます。感謝しております。Thank you so much. おやすみなさい。バイバイ。また来週。
どうもありがとうございました。ファンキートネガワお気持ち大人の夜の8限目、今週もどうもすいません、ありがとうございました。久しぶり土曜日生放送ということでね、まあなかなかね平日、聞けない方もいらっしゃるということで、まあたまにね土曜日もやろうかなって思いますけどね、本当に今日もまああまりね告知できなかったね、直前告知だったんですけど、たくさん今日も、ご参集いただきまして、どうもありがとうございました。またぜひ機会あればやっていこうかなというね、行こうかなと思っています。はい、バニーさんおやすみね、どうもありがとう。花澤さん、名曲恋する商店街待ってましたのね。はい、今日くんもおやすみな。花澤さん、10月14、15に、来週か、下総中山駅そばで開催される中山商店街、主催のイベントに山田商会さんが出店予定です。商店街の方々からの出店オファーがありました。恋する商店街の、ね、通りに商店街を応援したいですね、というね。ほんでね、商店街頑張ってほしいですよ。なかなかね、いろんな商店街、今元気ないので、ね、ぜひ頑張ってほしいなと、そんなところでございます。はい。まあそんなわけで、ちょっと明日、明後日ね、明後日はまあバーベキューなんですけど、明日はちょっと前準備したいとか、ちょっといろいろやりましてね、やっていこうかなと思います。まあ放送の方は、また一応火曜日、まあちょっとねもしかしたら太鼓たらくかもしれないのでわかんないんですけどね、まあぼちぼちやっていこうかなと思います。はい、黒川とこちゃんどうもね、おやすみ、あさってよろぴくお願いします。はい、じゃあまた皆さん来週元気にお会いしましょう。で土曜日月曜日、どうぞ皆さん楽しんで、お過ごし、楽しくお過ごしいただければと思います。ファンキートネガワも楽しんできます。はい、それでは、今週も、どうもありがとうございました。夜の生放送ファンキートネガワお気持ち、以上をもちまして、全て終了でございます。はい、とこちゃんまたね、どうもね。ではまた来週お会いいたしましょう。ファンキートネガワでした。おやすみなさい。バイバイ。また来週。どうもありがとう。以上です。失礼します。おやすみ。